監督紹介。今回ご紹介するのはドメネク・トレント。今回はナゲルスマンにプラスサイド攻撃といったところです。ですがこの監督本当に守備が大変です。実戦向きではありませんでした。しかしこれだけテーマを絞り使い比べてきて収穫がありましたのでご紹介します。ナゲルスマンとの比較はこちら。中盤の選手の位置がトレントは低めで4バックになっています。ナゲルスマンに近い前線の構造に加えサイドバックがいることでプラスの要素は確かにあるものの、攻撃の戦術構成と裏数値は全く同じでも中盤の構造と初期配置の違いで全然使用感が違いました。 OMF やサイドハーフの攻撃参加の度合いが明らかに落ちると思います。これまで紹介してきた4名の比較がこちら。今回は攻撃戦術と裏数値をある程度絞って使い比べましたが、初期配置ってやっぱり大事なんだなと痛感しました。ウィーレって深いですよね。そして使用感ランキングはこちらです。つまりナゲルスマン最高ってことです。今回このトレント監督を使ってみて、ハイラインハイプレスの監督にとって中盤の構造とラインの高さがかなり重要だと感じました。個人的にはハイラインで中盤の層が厚くハイプレスであればコンパクトネスが低くても十分守備はできると思いますが、この監督のように若干ラインも下がり中盤の構造が薄いとコンパクトネスが低いと本当に守備が大変です。今後の監督選びに生かしていきたいです。そして逆にこの4-1-4-1の形の最適解も探っていければと思っています。長々と引っ張ってきたナゲルスマンプラスシリーズも今回が最後です。お付き合いいただきありがとうございました。